痩せにくい人必見。今回の動画を行うことで代謝が爆上がりして姿勢が良くなり、お腹がへこみ、お尻が持ち上がり、猫背が治り、反り腰が改善されます。そんないい動画あるのって皆さん思ったかもしれません。ダイエット始めようかなと思ったら歩き始める人多いですよね。でも実は前に歩くよりも後ろに歩く方が5倍痩せるって言われてるんです。要するに、体の弱い背面を使うことによって、痩せる効果を上げることができるんです。なぜかというと、弱い筋肉ほど早く鍛えられますよね。筋肉が鍛えられると、食べたものの栄養は筋肉の修復、回復に回ります。弱い筋肉を鍛えることで、脂肪の蓄積を抑えられて、脂肪を燃える体を作れます。頑張っていきましょう。スマホを目の前に置いて寝ましょう。手のひらを下に向けて足を開く。このまま体を起こしたら下ろします。息を止めないように体を起こしたら下ろします。マイペースに行っていきましょう。猫背がひどくなると体が全く浮かなくなってきますから、浮く間にしっかりね、伸ばしましょう。 OK、 今度は手をついて体を起こします。しっかり胸を張る感じです。首の筋肉も伸ばしていきましょう。はい、手を前に伸ばしてお尻をタッチしたら戻しましょう。交互にいきます。背泳ぎをするようなイメージです。大きく円を描いて回してください。OK、 肘をつきましょう。このまま膝を曲げて足を交互に動かします。もも裏、お尻、腰の筋肉を使っていきます。頑張って。 OK、 今度は手を前に伸ばして体を起こしたら肘を曲げる。できるだけ体を戻すときは手を伸ばしてから下ろすイメージです。今度は体を左右にひねります。手を伸ばしたままで。あまり上半身がね、ついていかないように。で今度は肘膝ついてこのまま手を交互に伸ばします。ちょっと難しくなっていきますよ。OK、 手を脇の下について上体反らし、半分手の力で体を起こします。肘曲げるときは肩甲骨をしっかり寄せて、今度は下向いたままで手を動かします。できればおでこをつけてから動かした方がいいので、今はスマホから目を離してもいいです。遠くに伸ばしたら肘を曲げます。OK、 で今度は体を、下半身を持ち上げる。前ももを少し上げる感じです。もし上がんなくてもね、力を入れる意識だけでもいいです。これ結構上がらない人多いので、別にね、上がらなくてもね、私だけと思わなくてもいいですよ。OK、 このままゆっくり腰をひねりましょう。早く動かすと膝の幅が広がっていくので、足閉じてゆっくりね、膝の幅変わらんように動かしてください。OK、 寝たままで片足横に持っていきましょう。これでキープです。できるだけ体を床につけましょう。もし股関節少し痛い人はちょっと体を振ってください。腰股関節の力が緩んできます。反対も同じようにいきましょう。腰、股関節痛い人はお尻振ってください。あー、右の腰が痛えな。腰痛い人はね、片っぽだけ痛いとかありえるんで、無理せずやってください。今度は両足です。お尻が上がってもいいですからね、このままちょっとお尻を振る感じで動かすと股関節が緩んできます。お尻が上がってもいいですからね、股関節はね、やっぱり硬い人多いんで。強気んばいです。このまま片足を伸ばす、戻す、こう奥に伸ばします。上げた足をピンと伸ばす、上ではなく真横です。遠くに伸ばすイメージをすると真横に伸ばせますんで、OK。 今の足に加えて左右対称に手も動かしていきます。手も遠くに伸ばすイメージです。上ではなく前です。手足を遠くに伸ばせば1回でまっすぐになりますので、ピンと伸ばすことで体幹に力が入ります。今ので手足を上げ下げします。頑張りましょう。頑張って。途中で入れ替えます。はい、反対でいきましょう。このまま膝を抱えてお腹をへこませて腰を丸めます。できるだけももをお腹につけるイメージで丸めます。お腹をしっかり引っ込めてください。OK。 最後は腰を揺らしましょう。寝たまま腰をブラブラ揺らしてください。OK。 最後まで頑張ってやったよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。やった日はコメントで感想と継続日数残してもらえると、自分も皆さんもそれを見て励みになりますんで、ご協力よろしくお願いします。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか1本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。